どうも、激辛ジョニーです。今日もみんなの新火をつけちゃうぞ。やってきましょう。はい、というわけで今回はですね、岩手県滝沢市にありますラーメンの店蘭亭さんに来ております。こちらにですね、激辛チャレンジメニューがあるということで今回やっていくんですけれども、久しぶりですね。一応ですね、20分以内に激辛ラーメンを完食すると無料になるといった、チャレンジメニューがあります。20分以内、はい、これはどうなのかなと思いますけれども、非常にね、これ辺り見回すね、本当に綺麗な自然が豊かで、非常にね、気持ちのいい場所にあります。ということで、いつものようにですね、行った人の感想を見ていきましょう。蘭亭はマジで辛いし、でも辛さの段階調節できるし、ニンニクが効いてて辛さにプラスアルファだし、何より辛いだけでなく美味しいからおすすめというコメントが上がっておりますけども、まあお店の方に聞きますとですね、もう一番はやっぱ美味しく楽しんでいただくっていうことをまあモットーにやられてますんで、まあ本当にね、そういったブート条件とかそういった投下してではなくて、非常にこの美味しさプラス辛い、うま辛い、チャレンジメニューかなと思いますけどね。なんとかね、この20分以内をクリアして、激辛バトルに勝利したいと思います。それでは行きましょう。レッツゴー。あー、はい、それでは早速中入ってきたんですけれども、こちらね、あちらにメニュー表があるんですけれども、一応ね、辛さがいつもの、ね、7段階分かれてます。下からですね、ピリカ、ダイナマイト、爆弾、原爆、水爆、地獄で、最後にですね、5丁目ということで、これがね、20分以内完食でクリアという扱いになります。一応ね、これクリアすると、まあ、募金のためにですね、東日本大震災復興のため、100円の募金を任意でお願いしてるといった感じですね。一応ね、なんかニンニクのパンチとか風味が効いて美味しいということでね、早速待ちましょう。来たー、こちらが5丁目ラーメン。わあ、すごい。いただきます。さあ、5丁目ラーメン、お手並み拝見です。こんにちは。さあ、遊んでる気がない。まずスープがいただきましょう。いただきます。ああ、心地いい辛さが多いな、これは。心地いいね。すごい、もう膜が張ってる。ニンニクの香りが、パンチが効いてて美味しいですね。じゃあちょっと麺もいきましょう。いただきます。麺はちょっと細麺でしっかりスープに絡みつけ、美味しいですね。優しいね、おいしい。これ入ってる具材は人参やら、ニラ、そしてこれお肉ね、豚肉かな、あと卵とか、はい、具だくさんですね。あとネギがこれおいしいね。ネギがこうシャキシャキして食感がたまらん。
下にはこれ気をつけないと、やけどしちゃうからね。しきれないこれ入ってます。タケノコも入ってるかな、これ。ちょっとわかんないですよ。サウナ入ったばりの汗をかいてる尋常じゃないわけです。さあ、残りスープの麺、この熱々の激辛スープを飲みまして、この激辛バトルに蹴りを使いたいと思います。ごちそうさまでした。はい、記録はですね、11分47秒かな、残り8分13秒残して、見事にチャレンジ成功ということで、やりました。それでは辛さレベルの発表していきましょう。ランテイさんの地獄の5丁目激辛ラーメン辛さレベル、じゃらららら、辛さレベル5でーす。5です。はい、まあね、ちょっとわかんないですけど、これチャレンジ系だからちょっとアドレナリンが出てちょっとあんまりこう辛さを感じなかったのかわかんないですけども、まあでもね、非常にね、美味しく、チャレンジできる良心的な激辛メニューです。はい、美味しかったですね。非常にね、ネギのシャキシャキ食感とか、あと人参とかその他野菜がね豊富に入ってて、非常にね美味しく食べれたのではないかなと思います。別にね、激辛ラーメン屋さんではないんですけれども、別に一応ね、この激辛スタミナラーメンが一応一番人気ということで、まあ、辛さレベルも選べるんでね、まあ、辛いの苦手な方でも、まあ、比較的食べやすい辛さかなと思います。一応ね、この激辛ラーメン以外にも麻婆ラーメンとか、ね、チャーハンとかいろいろありますので、ぜひチャレンジしに来てみてはいかがでしょうか。あ、で、ね、一応ね、この今地獄の5丁目のチャレンジは一応ね、今現時点でちょっと、チャレンジはねお休みしてるそうなんで、もしねこのチャレンジしたいよっていう方はね、一度ちょっと確認を、ちょっと確認の電話をした方がいいかなと思います。これあの店内に飾ってありますんで、よかったら見てください。見てもねなんかあるわけじゃないですけど、飾ってありますんで、はい、これもねチェックお願いします。というわけで、本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。あと激辛ブログ、ツイッター等々更新してますので、ぜひ、チェックの方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。またね。